しげちゃん、たくぴーのチェスト池本庄。この番組は似たおのチランチャエン、吉田総裁、ポコチャ、クロノスホーム、山福製菓の提供でお送りします。おいしいお茶を入れましょう。お茶の葉たっぷり湯を注ぐ。色合い味わいいい香り、一味違うチランチャエンの深蒸し茶。贈り物にチランチャエンの深蒸し茶。吉田総裁の理念、私たちは丁寧に対応し、温かいおもてなしを提供します。私たちは地域に貢献します。慣れている人なんていないから、私たちがいます。吉田総裁。クロノスホーム、鹿児島店、愛田店、薩摩仙台店、霧島店。どうも、しげちゃんこと吉本豊重です。野口孝子です。はい、音上おじさんに捧げるチェスト行き音上、今回も収録模様を DNA の無料生配信アプリポコチャで配信しながらお届けします。はいはい、上友ゆりえディレクターがですね、団長の思い出カットしたラジオでは未公開トークも楽しめますし、収録前の世間話、収録後の無駄話まで見れちゃうということで、うん、そしてあのインストールをされた皆さんなんですが、うんうん、必ずこれ地域設定っていうのがあって、ね、これで鹿児島県というのを登録していただくと、我々が好きなんだなっていうのが分かるわけです。それね、うん、してませんでした。でしょ、はあ、俺してたのよ。はあ、そういうとこできるわけよね。なるほどね、さすができる57歳。そうそうそう、いや、なんかね、地域設定しますかみたいなのが出てきたのよ。ほうほうほう。で、一応鹿児島県でっていうことで、俺も何も知らんでしたんですが、皆さんも鹿児島県やっぱり地域設定した方がいいですよね、うん、そうですそうですそうです、はい、そしたらより我々鮮明に見えるっていう。鮮明に見える、いや、そういう鮮明に見えるとかじゃないと思う。じゃないの、あ、じゃないんだ。あの、地域設定するとこのポコチャが 4K が 8K で見えるとか、そういうのではないと。じゃないんだね、はいはい、ああ、そうかそうか、はい、はい、あの、大体ですね、うん、2週間に一度水曜日の夕方4時頃から生配信しております、はい、うん、またポコチャの NBC のページからですね、うん、アーカイブで過去の映像も楽しめます、まあ、いろんなね、うん、あの、行ってるもんね。あ、たくちゃんもあの、なんだっけ、筋肉マンのアップストアに行ったりとか、上友ちゃんはね、ゲストを呼んでゆりえの部屋とかやったりとかしてるんで。そう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 、この間岩崎浩二君と一緒に行って、確かに、あの、一緒にですね、うん、見ていただいている方がもう100名超えて大人気だったということです、ね、はい、ああ、そうなんだ、すごいね。あと、まあ、さっきも吉間さんがお話ししましたけどね、はいはい、音上のね、収録模様で、うん、はい、いかに我々がほがないかというのがね、はい、吉間田さんがこのマイクのフェーダーを上げずに喋ってるかというのもポコじゃなく見れるわけです。そうなんです。ね、たくちゃん逆にフェーダー下げなかったっていうのもあるからね。そう、そうそうそう、それを下げてください。ほがないんですよ。ないです。いや、ね、通り今回ほがないなって思ったのは、うん、あの、クリス・ペプラー、クリス・ペプラーってずっと思ってたのに、はいはいはい、俺が書いた台本にはデイブ・スペクターって書いてあるんですよね。あ、俺もデイブ・スペクターみたいな思ってたずっと。こんなほがないのが流れますので、ご覧くださいね、はい、嬉しいです。さてさて、うん、まあ、吉本さんと私はですね、5時から男と言われるほどですね、はい、日没後に元気になるんですが。そうなんです。上友ちゃんは、あ、5時から元気になる。なります。あ、じゃあ5時から女なんだ。5時からいいよね。5時から男って知ってます？あ、知らない。知らない。 CM だったのよ、5時から男。高田純次さんかなんかやったよね。そう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 、5時から一生懸命5時から男みたいな、そういう CM があったんですよ。なんか栄養ドリンクかなんかじゃなかったっけ。だよだよ、ね、さて、まあ、その5時から男の我々、はい、まあ、この時期日没後に盛り上がるといえば、うん、夏祭りですね。今時期でございますよね。西本さん、夏祭りどこ行きました？夏祭りはね、照国神社に行きました。すごかった。人が照国に、うん、でも普通にロッカードに行ったんですか？ロッカードに行ったの。あの、ま、うちの知り合いがちょっと出店出してたんで、はい、そこに挨拶行こうと思って行きました。テンパーグ通り、うん、もう人がびっしり、だから境内まで行けんかった。なるほど、ね、でそこのお店までたどり着いて、そこでね、なんか知らんけどこう飲んでくださいって言われたら動けなくなったのね。何でやったんですか、それ？いや、酔っ払って。もう映画っていうことになって、携帯まで行ってないですけど、まあ、すごい人だった、初日。でも、そう考えるとね、
新型コロナの時はそういう学童なんかもできなくて、そうなんですわ、日常が戻ってきた感じですよ ね、そうそうそう、あれを見るとね、やっぱりね、こうあの冷やしきゅうりとかね、冷やしパインとかね、あの学生が食べてるわけ、美味しそうに。先生質問です、はいはい、冷やしパインは分かるんですけど、うん、冷やしきゅうりって何ですか。お、きゅうり冷やしたやつ串に刺してあるの。はぁ、はあ、知らない、あの知らない知らない、ねえ、あの梅かなんかが、今ありますよ、梅が美味しいんだってね、はい、きゅうりってあの緑色で水分がたくさん入ってる、はい、カッパが大好き、はい、カッパが大好き、大好き、きゅうり、俗に言うカッパ巻きの中に入ってる、あのきゅうりをあの一本まま串に刺して、まあ、冷やしてあって、ちょっと刻みが入ってるのかな、食べやすくなって、それでいくらで売ってるんですか。200円ぐらいかな。そうです、ね、200、300円ぐらいで売ってます。いや、原価考えればそれでも大儲けですよね。まあまあね、まあ塩かけ大体お祭りだっつって、まあまあ確かに、ね、お祭り価格っていうのがありますから、いやあれですけど、塩かけたりとか、あの明太マヨとかをそこはかけてたよ、きゅうりに、うん、まあ明太マヨはね、何でも合うからね。そう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 、何でも合うから、マッチングアプリで明太マヨって入れたら、はい、もうみんな来ると思うんですよ。何でも合うね、ねえ、まあ、明太マヨのマッチングアプリって意味が分かんないですけど、ね、作った人天才だと思うと。へえ、それ知らないわ、はい、あ、そう、出店ってもうやっぱり昔と変わってるんですかね、今。まあまあある程度は一緒やるけどね。金魚すくいは昔のまま。いや、ない、ない、金魚すくいないね。あの金魚すくいで、うん、あのモナカの川で昔、はい、こう金魚をすくっていたという話は本当ですか。あ、鹿児島はね、鹿児島もモナカの川ぽいじゃないの。鹿児島モナカの川やったね。え、今違うんですか。私が小さい頃はもうぽいでした。へえ、薄い髪が張ってるやつ、ね、俺らモナカやのね。モナカチョコモナカジャンボ、あるよ、うん、だから結構すくいやすかったというか。そう、だから優しかったんだよね、俺らの時代は。だって取れなくてもその後おじちゃんがね、うん、まあまあ頑張ってくださいっていう。それはある？いえ、なかったですね。サービスでこう 2,3 匹こう入れて、はいとか言って。もしかしたら場所によってはあるかもしれないですけど。チョコモナカジャンボ、めっちゃ気持ちいいですねこれね。あの金魚って、うん、意外と長生きするんですよね。僕の姪っ子が運動会の時に、うん、はい、小学校の前に金魚すくい出してるんですよ、うんうんうん、でそこで金魚すくいしたのが、はい、まだ生きてますし、その子がこの間就職したんで、だから15、6年は生きてますよね。そう、うん、すごいね。そうそうそう、へえ、歯の時ぽいだったっけ。あ、15、6年前ぽいやったかもね。上友ちゃんだって15、6年前でしょ。そうですね、うん、ちなみにコメントも来ていまして、はい、これまでモナカだったよねって、うん、ロビンさんモナカタイプからいつの間にか変わっていました。 そうそうそう、そして佐田吉さん、金魚すくい取れなくてもあの頃はもらえましたね。あ、来てます。そうでしょう。いや、だったもん。あれはあるんですか、ひよこ釣りとかあるんですか今。ない、ひよこ釣りは見ないね。見ないですね。ないね、ひよこ釣り。あの、あれは すごい、なんていうか、こうこういうことやっていいのかなってわからないですけど、うん、とにかくこう色に染められたね、うん、ピンクとか、うん、いろいろ。ひよこが、ひよこ、はい、本物のひよこをあのスプレーで多分ね染めてんだよね、はいはい、うち妹がひよこで釣ってきて、はい、家に落ちたの、うん、でキャベツ壊したりとかしてたら、はい、でかくなって、はい、さあでかくなったら白くなってくるけど、ニワトリやから。まあまあそうですよね、でかなりでかくなったから多分多くのかなと思ったら、うん、オスやった。あーはー、で近所でニワトリ飼ってる人にくれたもん。あ、なるほどね。でもその時もうすでに真っ白になってるわけですね。そうそう、ただ朝オスしか鳴かないで知ってる。え、ゴケゴッコーってオスらしいのよ。あ、そうなんですか。メスは鳴かないんだって。へえ、イメージさ、ゴケゴッコーしたくねポコって卵を産むイメージやん。そうそう、漫画とかじゃそうですよね。なんかこの間聞いたあるおじさん聞いたんだけど、うん、専門家じゃない、うん、その僕の飲み友達のおじさんが、あのニワトリになったオスやどっち、メスは鳴かんだどっちいう話で、吉田さん、はい、当てにならない酔っ払ったおじさんの話を公共の電波に載せないでもらっていいですか。いや、そうらしいよ。なんか、まあ、もし会えたら調べてみてください。いやいや、すいませんね、嫌疑不十分ということで。そうそうそう、ちょっとね、いろいろ皆さんふわっとした感じですけど、うん、調べてみてくださいね、はいはい、あとね、カメ釣りっちゅうのがあったね。緑ガメを釣るやつがあったの、はい、あったあったよね、うん、今もないでしょ。昭和ってそう考えてみるとえぐいっすね、いろいろね。カメ釣りやったことないですけど、あれどんな感じなんですか。上からね、ワゴンみたいなので、ええ、こう垂らすとカメが襲いにカメ釣って、ええ、それをピッて引き上げるっていうやつやった。はあ、それは釣ったことあります。釣ったことある。それカメどうしたんですか。カメ一時家に割ったけど、うん、あのカメ好きの友達いたからあげた、うん、吉村さんの周りはニワトリ飼ってる人とかカメ好きの友達とか天保山中航空ですよね。天保山中航空は金魚好きのやつもいたから、はい、金魚好きで金魚だから育てたことないから、ああ15年生きてたらびっくりしたわけよ。ああ、そうなんですか。あれもありましたね、アイドルの生写真あった。
アイドルの生写真を、うん、これね事務所非公認なんですよ。なのでプライベートの写真とか、うん、ステージに撮ってるのをちゃんと許可されたやつじゃないカメラで撮って、それね1枚200円とかで売ってた、あったあった、著作権じゃないけど肖像権とかいるかったんだろうね、あの昭和の時代は。いや怒られそうですよね。いや普通やったらもう多分怒られる。アウト？あ、もう事務所とか絶対許してないからあれね、だって昔、うん、雑誌のダンクとか、はい、投稿写真とか、うん、そういうなんか一般の方が、はい、勝手にライブで撮った写真を送って本に載せてましたもんね。あったあった、雑誌がね、うん、あの一般投稿を載せるコーナーみたいなのがあったよね。ですね、うん。あともっと言うと、あ、肩抜きっていうのあります。あ、肩抜きね、はい、肩抜きあったよ。肩抜き、うん、肩抜きわかります。肩抜き、それこそモニスマの放送でメッセージで教えていただいて初めて知りました。うんうん、肩抜き、あの肩を脱臼させるやつね。違う違う違う、そっちでポコって戻すっていう、肩誰が一番早く戻るかみたいな。一回脱臼させて入れるっていうのが肩抜きなんですけど、じゃないんだけど、あのお菓子ね、おかしいっちゅうか、あのちょっと硬い長方形のような中にこう絵が描いてあって、それをうまく針でこうやっていって綺麗にな、あしたらお金もらってね。そうそうそう、いや簡単なのは300円、一番難しいね。え、300円とかだった？一番高いのは800円とかだったんですよ。かんまちちくわいっぱい持ってるね。え、いくらぐらいでした？あの新田島はね、一番高いのは300円だと。いや800円だ。安いのは50円とかやった。そうそう、もう失敗したら全然もらえないんですけど、ね、800円がありましたよ。あ、ね、ポンプみたいなやつ、ポンプみたいな細いところがたくさんあるやつが800円で、まあね、でこれもコツ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 した作業なんですけど、うん、ある日俺の友達のアッポってやつがですね、うん、裏技を考えついたんですよ。どうした？まずね、やる前に、うん、裏をペロってなめるんですよ。あ、その肩抜きの、肩抜きの裏をペラッとなめてやると湿り気が出てきてですね、あのどん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 、あの乾燥してるからパカッてなるけど、そう湿ってるからで、なんですけど、うん、まあ結果ね、これはバレるんですよ。多分ね、アッポも誰かから聞いたんだと思うんですよね。で確かにアッポが言う通りだったら綺麗に取れていくんですけど、でもおじさんが、うん、わぁ舐めたとかこれって、え、舐めてないですって、うん、嘘つけ、裏の子長くなる子になっちゃうよ、こっち言われてね、やっぱり向こうもプロだから、あ、そうね、向こうもね、そんなやすやすとは、うんうん、でも、その肩抜きをするときに、うん、舐めたらいけませんとは一言も書いてないですからね。あ、そうそう、でもそうやね、もうその人、うん、あとボンボン釣り、ボンボン釣り、あのお金持ちの息子さんを釣るっていう、そうそうそう、玉の輿になるですね、って玉の輿になるというね、そういうことよね、ね、性格の悪い女がやるボンボン釣りですね。じゃなくて風船のね、風船を U 字型 W 型の針金に小よりが上についてて、うん、でこう水に入れた小よりが溶けて落ちるっていうのがあったんだよ。お腹あの金具を握ってずっとやっちゃったらおじさんの方が強くなられた。吉島さん、小よりにいかんか。今横で客観的に見てると思ったんですけど、はい、おじいちゃんが孫に昔話をしてるみたいです。おじいちゃんの頃はね、上友ちゃんに話しかける吉本さんはおじいちゃんが孫に昔話をしてるように見えますね。でも分かりやすいでしょ。分かりやすいね、分かりやすい。あと今いるんですかね、あのお祭りの会場で踊るヤンキー、はい、あ、でもね、ロックンローラーをしてる人たちはいるよ。踊ってる。お祭りでは踊らないけど、はい、普通にあのテンパークとかでなんか踊ってる、ええ、もういいおじさんたちだよ。曲は何を歌ってる？曲はもう昔のあのアットザホップとか恋のアンブレラとかボッパーズ？ボッパーズとか、はあ、あと、俺らが80年代とかに聴いてた曲を結構かけて、キスは目にしてとか。ああ、なるほどね。ああの、で女の人はちゃんと昔の80年代の格好してるの、あのスカートひらひらのロカビリーの格好で、ロカビリーの格好して、男がみんなリーゼントのおじさんたちが踊ってる。着てる洋服はクリームソーダとかペパーミントとかティーミーとかね、ドクロのラバーソール履いて、うん、ラバーソール分かりますか？靴底がね、すごい厚底ブーツがあるじゃない、はい、あれの上が普通のおじさんが履く靴みたいな。これね、7、8センチぐらい底があって、その上に普通の靴が乗ってて、ラバーソールっていう、もうね、ロッケンローラーはそれ履くんだけど、すっげー高いのよ、うん、高かった高かった。で、大人になって買ったんだけど、うん、もう若い頃買えなかったから買ったんだけど、うん、いざ大人になると着ていく場所、履いていく場所がないんですよね。 そこまでね、うん、わーって思うけど、あんまり履いていく場所がないっていうね。へー、懐かしいな。まあ今もいいですけどね、うん、昔もね、本当に懐かしかったみたいでございますね、はいはいはい、確かにね。まあまあ、あ、すみません、何言ってるか分からなくなってきたんですけど、うん、昔もよかったけど、今のお祭りも楽しくていい。いや、楽しい楽しいよ、うん。今回は夏祭りで盛り上がってまいりましたが、鹿児島最大の夏祭りと言っても過言ではない鹿児島近郊湾サマーナイト大花火大会が8月24日に開催されます。よいしょ。
なんとこの大花火大会の会場ドルフィンポートから私吉本豊重、そして上友ゆりえちゃんと時々野口拓夫がポコチャで生配信をすることが決定いたしました。わー楽しみです。いいですか皆さん、このポコチャのアプリでですね、はい、サマーナイト大花火大会を我々と一緒に楽しめるということですからね。そう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 、ぜひお付き合いいただきたいと思います。しげちゃん、タクピーのチェストイケオンジョーでした。ブータのおばはトントン、甘く見つめるトントン、おいしく食べてねトントントン、鹿児島スイートポテトン、鹿児島生まれやトン、芋って言うなよトントン、おいしく食べてねトントントン、鹿児島スイートポテトン。山福製菓。この番組は似たおのチランチャエン、吉田総裁、ポコチャ、クロノスホーム、山福製菓の提供でお送りしました。上友ちゃん何してんの？今ライブ配信してます。ライブ配信？ライブコミュニケーションアプリポコチャです。ポコチャ、ほら見てください、ライブを見ているリスナーさんたちがコメントを送ってくれるんです。うわーうわー強い盛り上がってるよ。リスナーの皆さんと一緒にリアルタイムで盛り上がれるんですよ。音女世代の歌もでくっけ。もちろん。じゃあ早速ポコチャをインストールじゃ。一緒に始めましょう。ポコチャ。